どうもこんにちは、ミカスです。いきなり、壁なんですけど、はい、ウランジ。今日はですね、ウランジから新しく出たカメラバッグ。しかも、本格的な、リュックタイプのやつですね。二つ登場しましたんで、紹介レビューしていこうと思うんですけど、まあ、ウランジっていう、まあ、ブランドはね、もともとは、スマホだったり、GoPro みたいなちっちゃいカメラのアクセサリーを作ってた、まあ、メーカー、ブランドなんですけど、どん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 本格的な撮影に使える商品っていうのをね、新しく、まあ、三脚だったりとか、カメラのアクセサリーだったりとか作ってて、何しろね、ここアイデア集団ですごいいいものいっぱい作ってくれる、自分個人的に大好きなブランド、メーカーなんですよ。で、満を持して、リュック型のカメラバッグ作ったっていうことで、非常にこれ興味深いんですけど、しかもね、ここね、物良くて安いんですよ。ね、iPhone のワイヤレスマイクとか最高だったもんな。で、まあ2種類あるんですけど、まず小さい方からいきましょうか。はい、こんにちは。うわ、立派だ、カメラバッグ、リュック。それと、何これ。なんかちっちゃいのついてきたけど。うわー、ポーチだよ。何これ、かっこいいんだけど。あのね、ウランジのガジェット入れっていうね、こういうカバンも自分愛用してるんですけど、それになんかすごい似てる。これアクションカメラ入れてもいいし、フィルターだったり USB 系入れてもいいですよね。あ、こりゃいいな。すげえじゃん。はい、中身もちゃんとポケットまでついてて。街結構ありますからね。はい。で、まあ、防水ファスナーなので、まあ、水に多少濡れても大丈夫っていう。で、カラビナでね、ぶら下げてもいいし、ここベルト通してもいいし、ここもパッチンまでついてるっていうね。やっぱ、ウランジってすげえな。自分なんかは、こういう仕事をしていますので、YouTube っていうね、仕事をしてますので、まあ、カメラを持って出かけるっていうことは非常に多いんですよ。なので、まあ、正直こういうカメラバッグとかカメラリュックとかいっぱい持ってるんですよね。で、高いやつは某デザインとかのすごいね、何万円もするようなやつも持ってるんですけど、まあ、その他にもね、いろんなメーカーのやつ持ってるんですけどね、まあ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 、大体いいやつはどんなのっていうのは分かってるつもりではいるんですけど、はい、そこでこのウランジ、そっちが底面ですね。はい、まず、置いても大丈夫なように下滑り止めで、かつ分厚めのね、底面になってます。で、ここは三脚をこうね、入れれるように、ベルトになってるんですけど、調整が、あ、いいですね。ギュッとすぐこうね、ギュッとすぐ締めれるベルトになってますね。で、正面、まあ、デザイン的にはこんな感じで、まあ、今時のカメラリュックっていう感じのデザインで、高級感もあって非常にかっこいいですね、これ。なるほど。はい、厚みはこのぐらいあります。じゃあ先にね、ちょっとこの体にくっつくところから、うわ、見ていこうと思うんですけど、これちなみに値段がね、約1万円なんですよ。もう1万円って時点でこれ多分激安なんじゃないかと思ってるんですけど、まずこの肩紐ね、いやー、フル装備だな。まずね、ここ、こう、歩ってる時にこう、広がって肩から外れないようにこれね、ついてるんですけど、これ、ゴムだわ。ゴムだわ。ここ普通ね、ただの紐っていう場合があるんですけど、ゴムになってます。これね、結構体をぐーっとこう、ねじったりなんかしようとしたりすると、ビンってなっちゃって、動きづらっていうのがあるんですけど、ある程度伸びるようにしてあるんですね。はい。で、まあ、この紐っていうのはね、ちゃんとこれほら、人によって、高さ、これの位置を調整したいと思うんですけど、ちゃんとこれ調整式になってます。マジかよ。すげえな。はい。で、ここにね、この輪っかになってる紐がこれついてるんですよ。こういう輪っかになってる紐。なので、ここに何かこう挟み込むっていう使い方もできるんですよね。で、ここにもカラビナついてて、ここの長さも変えられるようになってますよ。はぁ、なるほどね。なので、ここからぶら下げるものの高さまで変えることができるわけですよ。で、当然、この肩紐のベルト、これに関しても、
長さワンタッチというかシューッと引っ張るだけで縮めるのも伸ばすのもちゃんとできるようになっていると。はい。で、このね体にくっつく部分ですね、背中、まず真ん中にこれベルトが一本あるんですけど、これはあの単純にあのハンドルがついてるやつにザコッと刺すための、ベルトなんですけど、これ見てください、この何これ、この厚み、ここクッション、すごい分厚いクッションがついてるんで、まあ、背中痛くなったり、つけ疲れしにくいでしょうね。ちょっと後でしょってみますけど、でしかもですよ、これ全面、まあ、メッシュの中にねこのスポンジみたいなの入ってるんですけど、全部穴開いてんの、まあ、蒸れづらいってことなんでしょうね。もうこの時点でこれかっこよくないですか、すげえぞウランジ。あ、でここにもハンドルついてるから、まあ横持ちもできるってことなんでしょうね、こうやってね。あ、で当然上側にもハンドルがついてます。はい、じゃあですね、どっから行きましょうか。じゃあ横行きましょうか。横ポケットついてます。でこのポケットゴムでここが伸び縮みするんですけど、ちゃんとここね、こうマチがついてるんで、ここに三脚入れたりとかペットボトル入れたりとか、そういうこともできるようになってます。で反対側も同じ構造のがついていて、その内側に1個、ファスナーがついて、中見えますね、横から直接カメラ取り出せるようになってます。はい、これがね今時のリュック型ってみんな横から取り出せるようになってたりするんですけど、肩紐をずらしてベイッとお腹の前に持ってきて上からこう出すっていう使い方をするのに便利ですよね。はい、で反対側は上側にこのベルトついてますんで、こう三脚入れて上側を固定するっていう使い方もできるといった感じ。はい、じゃあ一番正面のここね、引っかかりやすいあの輪っかになってますけど、ここに、まあ、薄手のものを入れておけて、まあ、財布だったりとかパスケースだったりとか、まあ、あの使いやすい位置にありますね。はい、で、今のポケットがついているこの前面にファスナーがついている。おお、下まで開く。今のここポケットがあったじゃないですか。で1段こう開きます。おお、止まるよ、ちゃんと止まるよ、これ止まるような構造になってて V 字に開く。はい、こんな感じで、ここに小さいものを入れるポケット、それからファスナーがついてるメッシュのポケット。はあ、なるほどね。でここ自体もまあこの前側に物を入れる入れないでも変わってくると思うんですけど、結構な厚みのものが入る構造になってます。まあ、背中に近い側のファスナー、これがまあメインのカメラを入れる場所になるわけなんですが、こんにちは。あー、ちゃんとここもロックついてんだ。こっちが背中側ですね。で今ここロックついてるんで、バターンってこうね、バターンってなんないようになってるんですけど、実はこれマジクロで止まってるんですよ。だからフルオープンすれば当然バコッと全部開くわけです。はい、で、カメラを入れる側は前側になるんですね。前側にカメラを入れる。まあご覧の通り結構な量の仕切りがついているので、まあ自由自在にカメラをしまえる、カメラを入れる、レンズを入れる、マイクを入れる、バッテリーを入れるとかね、まあ持ってる機材に合わせて自在にここは変えてあげることができる。はい、でまたポケットがいっぱいついてるわけですね。ファスナー付きだったりとか、ファスナー付きのポケットの裏側に1個またポケットで、さらにここのマジックを外すと、ここにパソコンを入れられるポケット、パソコン入れるところなんで、ここはね分厚いスポンジ状になってショックを吸収するようになっていると、カメラマンの方だったらパソコンよりむしろタブレットをね、持ち運ぶっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど、でっかい iPad とかでも入りますね。じゃあちょっとね13インチの MacBook Air を入れてみます。はい、ぴったりきました。これ普通に買ったら3万円とかしちゃうような、そんなぐらいの出来の良さですよ。ランチやべえな。はい、じゃあお次はこちらなんですけども、こっちはまたちょっとデザインがこれ違う感じですよね。じゃあちょっと底面からいきましょう。さっきと同じように、分厚い滑り止めのねゴワゴワした底面で、になっていると。でつけられる三脚がでかいっていうことなんですかね。この紐がね結構ね長いかも。
でダブルだこっちは、背面に関しては、まあ、さっきのと似てるんですけどちょっと違う。こっちはねカラビナがないんだ、上のこの紐に。まあゴムなのは一緒ですね。でこの構造は一緒なんですけど、見た目はねさっきのやつの方がちょっとかっこいいですね。銀色が中見えてて、こっちも分厚いクッションは入ってるんですけど、ちょっとね中身がどうなってるかわかんない。あでもね中のクッションこっちの方が柔らかいな。だからよりいっぱい入る、より重いものなので、容量に合わせてちゃんと背中のこの部分変えてるってことなんですね。すげえな。はい、まあ真ん中にねこのバンドね、ベルトついてて、上に持つとこついてて、横にも持つとこがついていると。はい、じゃあ横行きましょう。やっぱりポケットがついてて、ここもはい、このように、まあ広がるポケットですね。結構広がりますね。はい、で、ここに、横からのねアクセスできるところがついてるんですけど、今ちょうどこれは塞がってる感じなんですけど、これ中身次第でねここから取り出すということもできます。で開けたところにポケットがついています。でここに小さいのがあるんで、ここバッテリー入れですね。おそらくバッテリーを入れるのにちょうどいい大きさのねポケットだから、まあ、バッテリーも素早くここから出し入れできるっていうことになりますね。はい、でここに三脚入れた時にここで上でねまたこう引っ掛けてギュッとね三脚縛ってあげることもできる。で反対側はまずポケットがついている。で、さっきと同じように、中にアクセスできる、まあ、蓋穴があって、ここも、ポケット付きで、今ちょっとこれ出てきましたけども、ウエストポーチみたいになるこれ腰ベルトついてきてますね。ここマジクロになってるぞ、こっちもマジクロになってるぞ。で、しかもちゃんとポケットまでついてる。すげえな、そんだけ大容量なのか。要するにあの肩紐だけじゃなくて腰のところにもつけられるわけですよ、ベルトで。そうするとより安定するんですよね。はい、で、上側はあここは中にアクセスはできないんですけども、一応ポケットが2つ、チャックと、ゴムのベルトのゴムのポケット。はい、で、ちょっと先正面行っちゃいましょうか。こいつはですね、ここがちょっと変わってるんだよね。この他のところはこんな柔らかいのに、ここだけセミハードケースみたいな、蓋がついてるんですよ。ちょっとここ開けてみましょうか。だから あんまり衝撃が伝わってほしくないものはこっちに入れるっていうね。あ、しかもこれだ、こういうタイプだ。はい、で、ファスナーついてて、ポケットで、ゴムのこうバンドというかね。これ何入れたらいいかな。スマホ入れたりとか、アクションカメラ入れたりとか、そういう使い方できそうですよね。で、下側は、こんにちは。おお、下側も同じようにこう、途中で止まるタイプになってて、構造的には同じですね。ファスナーとメッシュと。中にはアクセスできない。じゃあもう次ちょっとメイン行っちゃうんですけど、一個ファスナー飛ばして、メインのファスナーを上げると、ズバン。おー。はい、こっちはですね、まあこのようにカメラが入るわけなんですけど、やっぱり背中側が、まあパソコンだったりとかね、まあメッシュがあってタブレット入れたりするコートになっているんですけど、こっちはマジクロじゃなく、取り外しのできて長さ調整もできるベルトで固定されているわけです。で、まあここを外せば、まあ、フルオープンできると。はい。で、容量的にはやっぱりさっきのよりちょっと大きいんですよね。まあこの辺もアイデア次第でかなりこれ入るんじゃないかな。最後のファスナー行ってみましょう。ここに1本だけね、ついてるんですけど、これは開けます。実はこのファスナーは部屋ではないんですよね。ぐるーっとこう一周開けてあげることで、よし、はい、ズバズバズバーン、このように
広がるわけですね。容量が増やせるわけですね。で、ここがこう開いたことでもう一個ファスナーが出てきました。はい、広がったところのファスナーを開けることでここに、はい、部屋が一つ出てきました。で、メッシュの、ね、ポケットの部屋とここにこうゴムで伸び縮みするなんかタブレットとか入れられるような部屋、はい、で、こっちにもポケットと、なのでカメラバッグと着替えだったりタオルだったりそういったものも一緒に入れたいっていう人向けのもうガチのやつなんですよね。だからここにいろいろタオル入れて着替え入れてこっちにカメラ入れてみたいな、でパソコンも入れてみたいな、これで泊まりの撮影も大丈夫だぞみたいなね、そういったタイプのこっちはリュックになってます。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。